前田マト、前田マト、前田マト、1987年11月5日イは、横浜 DNA ベイスターズに所属する鹿児島県、鹿野市出身のプロ野球選手、内野手、外野手、右投げ右打ち。以降は、名前の、マトを登録名に用いている。阪神タイガース時代の2017年から、両打、スイッチヒッター登録にしていたが、 2018年4月に右打ちに戻している。カノヤ市立カノヤ小学校時代にカノヤソフトボールスポーツ少年団に入団。カノヤ中学校時代にはボーイズリーグのカノヤベイスターズに所属した。湘南高校への進学後は一番遊撃手として1年夏と3年夏に阪神甲子園球場の選手権全国大会へ出場。3年夏の 第87回全国高等学校野球選手権大会ではチームの準々決勝進出へ貢献するとともに甲子園球場が本拠地である阪神タイガース監督の岡田秋信から守備力を注目された2005年の NPB 高校生ドラフト会議で内野手として阪神から4巡目で指名契約金300円年俸480万円 金額は推定という条件で入団した。入団当初の背番号は66で、登録名は本名の前田山と。2は2番、遊撃手として、ウエスタンリーグ公式戦83試合に出場。リーグトップの25-2打、リーグ2位の4-3塁打を記録したほか、7月20日のフレッシュオールスターゲーム、東京ドームも同リーグ選抜の一員として出場した。 2は登録名を名前だけのヤマトに変更。2年連続でウエスタンリーグの最多ギガを記録したほかフレッシュオールスターに再び出場した。北京プレオリンピックにも野球日本代表の一員として前後試合に出場。中国代表との決勝戦では代表チームを優勝に導く敵地打を放っている。2は ウエスタンリーグで3年連続の最多ギガをマーク。遊撃手として最高守備率も記録したが、この年まで1軍公式戦への出場機会はなかった。2は、4月15日の対中日ドラゴンズ戦、甲子園8回表から、2類種として1軍公式戦へデビュー。その後の公式戦にも、ダイソーや守備固めを中心に起用された。 5月31日の大北海道日本ハームファイターズ戦札幌ドームにも二塁手として途中から出場したが延長12回表に死1.2塁で打席に立ちながらフルカウントまで一球も振らなかった挙句三振に入れたこの試合自体は引き分けに終わったものの大和は翌6月1日に出場選手登録を抹消しかし 7月22日の大東京ヤクルトスワローズ戦、甲子園で1軍公式戦初安打を記録した。8月4日の大中日戦、甲子園で2番2塁手として1軍公式戦では、初めてのスタメン出場を果たすと、中日の先発のチェーンから2安打を放ったことで、チームの出場選手からただ1人出塁を果たした。一軍公式戦には、通算で66試合に出場すると、 打率。177ながら3等類、3二類打、7ギダをマーク。シーズン終了後に開かれた U-26NPB 選抜対大学日本代表の試合では、阪神唯一の年齢制限枠による日本代表として出場した。2は、公式戦の開幕を初めて1軍で迎えると、62試合の出場で打率。273をマーク。 初めてのヒーローインタビューを経験する一方で、内野手登録ながら4試合で外野の守備についた。10月20日に宮崎フェニックスリーグに合流すると、1軍での出場機会を増やす目的で、外野の守備練習や同リーグ戦での外野手出場を首脳陣に直訴した。2は、前年に続いて公式戦を1軍でスタート。しかし、 一軍に帯同しながら出場していた5月13日のウエスタンリーグ公式戦で左肩を痛めたため出場選手登録を抹消された8月5日に一軍に復帰すると8月7日の対ヤクルト戦京セラドーム大阪では途中からの出場で初めて一類の守備についた一軍公式戦全体では三類の守備固めを中心に47試合へ出場打率は 235で右翼以外の内外野6ポジションを守った。2番内野手登録のままオープン戦から主に中堅手として起用。そのまま開幕1軍入りを果たすと打撃で得意としている左投手と対戦する試合を中心に主に2番中堅としてたびたびスタメンに起用された。後半戦以降は上本博則と共に瞬速の1.2番に定着。 シーズンを通して初めて100試合以上に出場した。2番内野手登録のまま開幕から2番中堅としてレギュラーに定着。新たに加入した西尾勝義との1.2番コンビで活躍する。一方で外野の守備では広い守備範囲でファインプレーをたびたびせた。聖波交流戦期間中には極度の打撃不振で途中交代や 打順の降格も経験したが、9番、中堅で出場した6月1日の対、オリックスバファローズ戦では、先発で完投した金子千尋から決勝打を含む二塁打を、全打席、三打席連続で放った。6月29日の対広島東洋カープ戦、阪神甲子園球場では、両親や地元、鹿屋市から来場したツアー客の前で、プロイリアと初のサヨナラアンダを放った。 しかし、8月20日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、横浜9回表の打席で、オーダーと里から右手に死球を受け交代。その後の診断で右手中指の骨折が判明し、翌21日に出場選手登録を抹消された。しかし、チームの最終戦になった広島との、クライマックスシリーズファーストステージ第2戦、10月13日、講師では2番、 中堅として、スタメンで実戦に復帰した。一軍の公式戦では、出場試合数こそ前述の骨折の影響で、前年より下回る104試合に終わったものの、入団後初めて規定打席に到達した、打率、273。から外野手登録に変更。公式戦では、開幕から2番、中堅として、公守にわたって活躍していた。しかし、番、 二塁手として起用されていた西岡津義と上本が故障で相次いで戦線を離脱しため5月5日の対ヤクルト戦神宮でにシーズンぶりに二塁手として出場その後も上本が交流戦で戦線に復帰するまで主に二塁を守っていた5月14日の対広島戦では一軍通算1172打席目にあたる第二打席でプロ9年目にして 初の本類打を放った。しかし、7月25日の対広島戦、松田スタジアム試合前のシートノックで、外野から本類への返球中に、左腹借金の筋座症を発症。試合へ出場しないまま、翌26日に出場選手登録を抹消された。8月19日に一軍へ復帰。チームがシーズン2位から進出した2014年の日本シリーズでは、 福岡や福岡ドームでの中堅守備で何度も講師を披露した。シリーズの終了後には自身初のゴールデングラブ賞を外野手部門でしょう。阪神、巨人連合チームの一員として臨んだ日本プロ野球80周年記念試合11月11日、甲子園では日米野球2014で来日した MLB オールスターチームの投手陣から3安打を放った。 2番、オープン戦から極度の打撃不振に陥ったものの、8番、中堅守として3年連続の開幕戦スタメン、出場を果たした。しかし、以降の試合に、新人のエゴシュオーガなどがスタメンに起用された影響、シーズン中盤までは主に試合の途中から、ダイソーや、守備要員として出場。6月9日のソフトバンク戦、福岡やフオクドームでは4年振りの三塁守備。 11日の同カードでは4年振りの一類守備を経験し、8月の長期ロード以降は、レギュラー2類種、上本が骨盤付近の骨折や太ももの肉離れによって、たびたび戦線を離脱したことから、2番二類種としてのスタメン出場で上本不在の穴を埋め、しかし、このような起用法や長期にわたる打撃不振の影響で公式戦全体では、 打席数が3年ぶりに規定打席を切った。また、盗塁数も4年振りの1桁5にとどまった。2は、春季キャンプから打撃が好調だったことを背景に、外野手登録を続けながら、西岡、上本との間で、正二類で争いを展開。2番、中堅守として、スタメンに起用された5月5日の対中日戦、名古ドームで、一軍公式戦。 通算2本目の本類打を放った。声優劇種、鳥谷隆の一軍公式戦、連続フルイニング出場記録が667試合で、途切れた7月24日の対広島戦。松田スタジアムでは、鳥谷に代わって、遊劇手として、スタメンに起用。一類公式戦全体では、二類打数、16本が、前年、5本の3倍以上に達した一方で、 95試合で2塁、27試合で外野、2試合で遊撃の守備についた。しかし、前年に続いて、規定打席に達しなかったほか、出場試合数111や、投塁数3なども前年を下回った。このため、シーズン終了後の周期練習からは、出場機会を増やすべく、中学生時代以来という左打ちにも取り組んでいる。2は、 スイッチヒッターへの転向を視野に、春季キャンプを二軍でスタート。その一方で、登録を従来の右投げ右打ちから、右投了打へ変更するとともに、登録上のポジションを内野手に戻した。オープン戦の終盤から1軍へ合流すると、3月31日には、広島との開幕戦、松田7回裏から二塁手として出場。九回裏に迎えた、レギュラーシーズン初打席では、 右腕投手、矢部田和樹を相手に、左打席での公式戦初安打を記録した。以降の公式戦では、例年以上に好調な打撃や前年中盤からの、声優劇手、北条文也の不審などを背景に、新人で、左打者の糸原健人と交互に概ね遊劇のスタメン駅用。糸原が故障で戦線を離脱した7月下旬からは、声優劇手に定着するとともに、 三割近い打率を残していた。八月十六日の対広島戦、京セラドームで右脇腹を痛めたため、翌十七日に出場選手登録を抹消されたが、九月七日に、松田スタジアムで模様された同カードからスタメンで一軍に復帰している。一軍公式戦全体では、百試合の出場で六十五安打、右打席で二十五安打、左打席で四十安打や、 自己最高の打率、280右打席で、287左打席で、276を記録。外野手としての起用は5試合だけだった。なお、シーズン中に国内 FA 権の資格要件を満たしたことから、シーズン終了後に権利を行使。阪神から残留を要請される一方で、横浜 DNA ベイスターズやオリックスバファローズが、 ヤマトの獲得交渉へ乗り出した。2017年11月30日に横浜 DNA ベイスターズがヤマトの入団を発表。翌12月1日付でフリーエージェント宣言選手としての契約締結合意が NPB から公示された。内野手としての入団で契約期間は3年。推定年俸は1億円で4年目の契約については球団が 選択権を持つ。背番号は9で、登録名は、阪神時代の後期に続いてヤマト。本名以外の名称で、NPB に登録している選手が、国内 FA 権の講師によって移籍した球団でも、移籍前の登録名を引き続き用いる事例は、ヤマトが初めてである。DNA では、ヤマトの移籍によって、阪神への保証義務が生じたため、 この年に入団したばかりの尾中雅樹が人的保障措置で阪神に移籍した。DNA は2017年にセリーグのレギュラーシーズン3位から日本シリーズへ進出していたが、巨人の現役選手時代に三塁手や左翼手として活躍した高田・シュゲルゼネラルマネージャー、当時は内外野の守備だけでも打率3割以上の価値があるという表現で、 マトの守備力を兼ねてから高く評価。声優劇種の倉本俊彦や小中堅種の桑原、正氏が打撃不振に陥っても起用を続けざるを得なほど、野手の選手層が薄いチーム事情を踏まえて、声優劇種の座を倉本と競わせるべく、スイッチヒッターへの転向を機に打撃面でも、心境著しいマトの獲得へ踏み切った。2は、 倉本の二類コンバートと連動しながら、一軍公式戦の開幕から、二番、遊撃手として、スタメンに起用。しかし、4月8日の対広島戦、松田スタジアムの、試合前に、前年から取り組んでいた両、内から右内に戻す意向を表明した。7月上旬に背中を痛めた影響で、1ヶ月ほど、戦線を離れたものの、一軍公式戦には通算で113試合に、出場。 主に遊撃手として起用されたが、阪神時代と同様に、守備力の高さを買われて二類手や中堅手に起用されることもあった。打撃面では、8月17日の対広島戦、横浜から事実上一番打者に定着。打率、244、27打点、10盗塁を記録した。守備面では、シーズン序盤に勝負どころでの失策が相次ぐなど、 本来のポジションである遊撃で、リーグ最多の11失策をマーク。その一方で、4月29日の対中日戦、名古屋ドーム6回裏虫満塁の遊撃守備では、平田良介が放ったゴロを、補給後の本塁送球をきっけに、保守、峰井博ヒロや三塁主、宮崎俊夫との間で、6から2から5という珍しいフォーメーションの併殺を完成させた。若手時代は、 長打力のなさや打率の低さを課題としていたものの2010年頃からは打撃面でも成長の跡が見られる。特に左投手との対戦成績が良く中日時代のチェンが先発陣の一角を担っていた11年まではチェンが先発する試合にスタメンで安打を放つことが多かった。2013年に高い得点圏打率を残すと2016年には 一軍公式戦のスタメンでプロイリアと初のクリーンアップを経験し、阪神で11年目のシーズンを終えた2016年の周期キャンプからは内野手としての出場機会を増やすべく右打ちから両内へ転向した。NPB で10年以上のキャリアを持つ中堅選手としては異例の試みだが、翌2017年の一軍開幕戦では、 左打席での公式戦初打席初安打を記録。2番、二塁手として、フル出場を果たした同年5月14日の対、DNA 戦、横浜では、公式戦では初めて、一試合中に左右両打席から、安打を放った。しかし、DNA 移籍後の2018年4月からは再び、右打ちに専念している。ウエスタンリーグ公式戦で2年連続最多ギガを記録するなど、 阪神の若手時代にはバントが上手と評価されていた。二番打者として一軍のレギュラーに定着してからは送りバントの失敗が立つようになっていたが2014年にはギダ基ト数50回中48回でギダを成功させた。その一方でギダの基とをめぐって以下の事態にも見舞われている。守備だけなら一軍でも通用すると首脳陣から太鼓盤を押されるほど 阪神への入団当初から高く評価されていた守備力が持ち味。北京プレ、逸話野球日本代表に招集された際には、阪神時代にも監督を務めた星野千一から、阪神で一番守備が上手いと高評価を受けた。現役時代に内野手としてゴールデングラブ賞を7度受賞した経験を持つ岩田、広和も中日時代に自身で選んだ守備のベストナインの二類守部門に、 大和を選出している元来は内野手だが2014年に中堅手でゴールデングラブ賞を受賞するなど外野手としても守備力を高く評価されている中堅手や二類手として一軍公式戦のスタメンに起用された場合には試合の展開などに応じて途中から守備位置を中堅から二類または二類から中堅に変更することがある 鳥谷が海外 FA 圏の講師を宣言した2014年のオフシーズンには鳥谷が MLB の球団へ移籍した場合に備えて首脳陣が遊撃手への再コンバートを検討していた鳥谷が2015年の春季キャンプ直前に阪神への残留を表明したため同キャンプでは中堅士としての練習に専念したがシーズン終了後の秋季練習からは 内野の練習も再開。翌2016年には二類種としてレギュラーの脱会を目指すことをシーズン前から公言する。一方で公式戦では前年に続いて中堅の守備にもついていた。一軍の公式戦で2012年から3年連続2桁盗塁を記録するほどの瞬速でもある。どのような環境でも練習へ真摯に取り組んでいることから、 阪神球団関係者からの評価は、総じて高く、将来の幹部候補生と目されていた。2017年シーズン終了後に、国内 FA 権の行使を宣言した際にも、阪神への残留型球団への移籍で大いに、悩んだという。阪神球団も、ヤマトが残留することを前提に球団が販売する2018年版カレンダー8月分で、ヤマト、上本、 俊介を揃って登場させていた。それでもヤマトは、出場機会のさらなる増加を求めて d n a への移籍を決意した。好物は、肉料理とスイーツ。甲子園球場では、阪神時代の2013年から2017年まで、ヤマトの好物を盛り込んだ、コラボレーションメニューとして、若虎ヤマトの大和婚肉弁当を、場内限定で発売していた。プライベートでは、 阪神時代の2013年10月19日にフリーアナウンサー、原まりことの結婚を発表。2015年8月11日に第一子、長男。2017年7月2日に第2子、次男の誕生を公表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。